こんにちは、ジュリアです。カード開封動画712回目は2024年3月発売百鬼夜行ミスティックプレイングカードです。こちらの方がなんとね、本みたいにこう障子っぽいこのタッグケースの中に入っている状態の、これがねスタンダードらしいんですけど、この状態でももうすでにね3000円以上する高級デックになっていて、リミテッドエディションっぽい感じになっています。こちらの方はキックスターターのクラウドファンディングでブルームプレイングカードというところかららしいんですが、こちらなんと東京ジャパンと書いていて、日本から発売されてるのかな。で USBCC 製ではなくて、プリントの方はルーム1というプレイングカードが印刷してるみたいです。でデザインの方は M キャンディス P トーレスと書いてますね。箱には書いてないか。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。ナイトパレードオブ100デーモンズ、要は百鬼夜行のことですね。で表面がね、これ穴が開いていて、下のカードのね表面が見えてる状態になってますね。障子っぽい感じにデザインされています。で横面が縦向きですね。百鬼夜行でローマ字で百鬼夜行と入ってます。こっちはねもう箱のデザインがあるだけなので、上面もデザインのみ、下もデザインのみ、これも当てるしかないですね。でこの辺にちゃんともう外側のギアテープがありますね。あるんですけど切れ目がついてない。あれ、こっちにもなんか切れ目っぽいのがあるのに、こっちに切れ目っぽいのがありますね。こっちがちゃんとカットされてる方ですね。あ、なんか高級な紙みたいな手触りですね。で内面は神社のね、なんか祀られてる感じの古びたような感じのデザイン。なるほど、何もない状態で下の本来の箱の方の裏に目がいっぱいっていう演出がありますね。でこの紙の裏側もこのデザインがある、めちゃめちゃ凝ってますね。で中身の方はさっき言ったルーム1コレクションとあって、ルーム1っていうプレイングカード会社が印刷していると。で百鬼夜行のここまでかな、横面と前面で妖怪たちが描かれている。上面は百鬼夜行と書かれていて、横面はまあデザインで、バック面はさっき言ったこれの目があるバージョンで、専用クロージャーシールは白で印紙切手タイプになってて、百鬼夜行と入ってますね。で下面がブルームプレイングカードのロゴマーク、これ日本のメーカーなのかな。で百鬼夜行ミスティックエディション、一応スタンダードのエディションで一番安いやつらしいんですが、それでも3000円以上しますね。まあちょっと円安が絡んでいて値段がつり上がってる感じはしますけど。でプリントがルーム1、デザインがさっき言った M キャンデス P トーレス、ブルームプレゼンツと入ってますね。ではこっちもティアテープがあるのかな、開封したいと思います。あ、さっき見えてたのこっち側のティアテープのカットだ。それはだってこれの中に、あ、二重でティアテープのこのビニールあるって初めてかもしれないですね。では開封したいと思います。はい、よく見ると箱押しのシルバーの箱押しが光ってますね。はい、切れ目売れました。ちょっとずれたかな。おお、こっちも裏面までデザインがありますね。で見た目上ね、ちょっとカメラ上わかんないんですけど、この文字全部浮き上がってるし、この絵も全部デコボコがあるんですよね。エンボス、デボス加工になってます。でここまでデザインがあると。こっちが表面かな。あ、なんかかっこいいなこれ。
あ、1枚だけか。黒いのはでもかっこいいのにな。1枚黒でスペードの2がついてますね。で、本来のバック面はこれですね。ダイヤかな？ダイヤの10があるってことは、なんか9があるな。あ、そうか、 USB-CC じゃないから順番が違うんだ。じゃあもう表面見ていきましょう。これがキャッキヤコーミスティックのスペードのエース。文字では何もないですね。で、このマークがそのまんま使われてる。めちゃめちゃシンプルなカードですね。妖怪とか結構描かれてるのかなと思ったら、絵札のカードだけかもしれないです。天笠小僧、日本語で書かれてますね。まあ、デザインがそもそも、まあ、エムキャンディス・ピートーレスってデザイナー的には、ちょっと待って、これ5までしかないぞ。どういう順番？ここからまた6になるのか。間に挟まれてるんだ、絵札のカード。そういえば5までしかなかったですね。で、ジャックが天笠小僧で、スペードクイーンが雪女。なんか、絵のタッチがデフォルメされてる感じで結構いいですね。で、6が始まって7、8、9、10でキング。キングは大天狗。で、なぜかハートのジャック。これ、順番バラバラなのかな？ハートのジャックか、座敷わらし。左右逆になってますね、こっちと。文字の方向。で、ハートが来るのか。マークの順番も USB-CC とやっぱなんか違いますね。で、ここでまた次のクイーンが来ますね。だから今度はキングも来るのか。これ入れるときにめちゃめちゃになってるだけなのかな、もしかして。ハートのクイーンが、猫股。バテ猫ってことかな？で、ハートのキングが、雷神。で、6、7、8、9、10で、こっからがまた、クラブに入りますね。クラブの絵札で、あれ？クイーンが来てます。クラブのジャックがカッパ。クラブのクイーンが、緑小女でいいのかな？聞いたことない妖怪ですね。で、クラブのエースが来て、2,3,4,5 で、ここでジョーカー来るの。ジョーカーは赤なめかな。ちょっと外しとき、まあまあ、でもこの順番が正式な順番なのかなが分かんないんですよ。入れとくか。で、クラブのキングがカイザー頭、海ポーズってことかな。ジョーが来て、もう一枚のジョーカーが来た。天井下、聞いたことない妖怪です。で、ダイヤのジャック、ワニュードで、ダイヤのエースが来て、炎みたいなマークですね。で、ダイヤのクイーンが六六尾で、ダイヤのキングが主天童子。雷神が合うのに風神がないんだ。で、残りの数字があると。6、7、8、9、10。順番が全然バラバラですね。で、1枚これがあって、広告カードの部分がないので、55枚組ってことですね。で、USB-CC 製はなくて、ルーム1プレインカードの印刷で品質も違うので、あんま意味ないんですけど、いつものスタンダードと比べてみましょう。おー、薄い。2021年のスタンダードの方が3枚分なので、3枚分薄いですね。クラッシュドストックなのかな。品質めちゃめちゃいい。滑りめちゃくちゃいいですね。両面柔らかくて、まあこの感じ全然なんか反りとかがないんですけど、どうだろう。ちょっと浮きがあるので、取れる分はパッと反りがあるのか。
ではファルを入れてみます。これも USB-CC 製ではないので入る方向っていう感じですね。入っていかないので USB-CC 製でいうトライショナルカットの方向に入ってますね。うん、このデザインいいけど、まあ、ちょっと引っかかる点はあるけどいいデザインで、ちょっとかなり斬新な感じで和風な感じですね。で、そうそうそう、なんかアニメーションするとか書いてましたね。なんかこの辺がパラパラしてますね。ただなんか途中でブツブツ切れてるのはもしかして本当にこれ順番めちゃくちゃだからかな。一旦 USB-CC の順番にしてみましょうか。まあ、とりあえずマークの順番は違うけど、これで1から13までの順番は揃えました。どうですか、あんまり変わらないですね。目の位置がパラパラしてますぐらいの感じです。こっちはどうだろう、やっぱ端の方がパラパラ動いてる感じぐらいですねっていう感じでした。百鬼夜行ミスティックプレインカードを開封しました。まあ、二重にね箱がなってて、二重にビニールで巻かれてるっていうのは初めてで、で百鬼夜行という日本の題材でブループレインカードが日本って書かれてるんですよね。日本のメーカーのトランプなのかなって感じですけど、どうなんでしょう。でプリンターの方がルーム1というところがどうやら印刷してるみたいですが、かなり高品質ですね。でクラッシュドストックなのかな、かなり薄い感じで、まあ、弾力もいいってことで超高品質カード、まあ、その代わりにこれ自体がそもそも高級品なんでね、まあそれなりっていうことですね、値段なりにっていう感じです。それではジャンル分けします。2021年のスタンダードよりも3枚分薄いのでかなり薄いですね。トラディショナルカット仕様相当の超高品質で、ブルームプレイングカード、ルームワンプレイングカード印刷、 M キャンディス P トーレスデザインの、まあ、複数のコラボですね。 USB-CC 製ではない感じです。で、百鬼夜行という伝承のコンセプトデザイン、こちらの方今日本でもう買えなくなってますね。一瞬だけ表示されて瞬殺でなくなって完全に今買えないので、もうすでにレアレックになってます。百鬼夜行ミスティックでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。